とりちゃんです。けんちゃんです。しんちゃんです。ゆいちゃんです。いきちゃんです。僕たちの遊び場、今回はゲストの田村しんが仕切ってくれるそうで。仕切ります。お願いします。はい、ここに置いてある通り、僕らもハマっている鬼滅の刃について語ろうじゃないかと。いいねー。今物語これは俺のだけどな。 ありがとうございます。え、そうだ、やめろやめろ、おい、ファンからもらったんだからやめろ。しかもめっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。そうだよ、もらったもんなんだ。いや、めっちゃ綺麗。そうでね、お前ありがたいな。ニクミとユータロウは？あ、俺今無限列車乗って終わりました。あ、アニメで終わったからね。アニメの変だよ。ユータロウは同じく。あ、じゃあ漫画で言うと6巻ですね。6巻。こっからやからな。え、こっからっすか。そう、いや、めっちゃそうやから。ただその、今物語がもう終盤なんじゃないかって言われて。そう、確かに。そういうことについてみんなで語っていこうかなと思うんですけど、まず終わると思います。いや、もう終わると。終わるでしょ。むしろもう終わってほしいという覚悟やな。続いてほしい人の話でよくあるのが、無惨を倒した後にこう炭治郎とか善逸とか伊之助が柱になる物語が見たいみたいな。じゃあナルトでいうボルト的な。僕もそう思ったら、続くならそうかなと思ったけど、考察見るの好きで、コメントとかを見てたら、よくそういうこと言ってる人いるけど、無惨倒したら鬼殺隊いらなくねって書いてあって。確かに、そういう意見もある。確かに柱なんかいらないですよ。その何かが育てられてたらな、無惨無惨サイドの何かが、サイドの何かがあれば言ってるけど。知ってます、あの上限の5が出てきてないですよ。え、そうだっけ。嘘やろ。上限の5倒した後に、他の6、4は補充するのに、6補充したやんな。5補充してないんですよ、無惨。6は改革を入れて、4は泣き目を入れたのに、5だけ開けてるんですよ、なんか。5に適した補充のやつがいなかったんじゃない。でも何かしてるんじゃないかって言われてじゃない巷で。それしかないもんな、なんか。そうなんですよ。あとなんかどっかの扉絵で、前を向いてる柱と後ろを向いてる柱がいるんですけど。そういうこと。知ってますそれ。前を向いてる柱が今順番にこう、順番に死んでる。張ってて、結果後ろを向いてる3人しか生き残んないんじゃないかっていう説もあって。おお、考察お前めっちゃ見てるな。めっちゃ見てるんですよ。めっちゃおもろい。俺漫画大好きで、もう好きになっちゃうと読んじゃうんですよ。なるほど。リアルに鬼滅の何がいいってさ、結構鬼のストーリー良くない。いや、そうなんですよ。鬼側の敵のストーリーがいい。そうなんですよ。ルイ好きやもん。いや、わかります。ルイね。あ、知ってます。あ、知ってる。ちっちゃい子でしょ。可愛い子でしょ。いやね、知ってる知ってる。強かった子ね。本当に女性化したい。うわ、いけそう。やめてもらっていい。あれ、めっちゃ芝居大事やん。いや、ゆうたろうがいけんのあれだよ。善逸にを毒にした、なんか足生えてる本当の蜘蛛みたいな。あ、ほんとに。めちゃくちゃ気持ち悪いやつじゃん。じゃあ逆にさ、2人その途中まで見たわけじゃん。途中までアニメ化は、アニメは全話見たってことは大体6巻ぐらいの。そこでここ良かったよねっていう。僕はやっぱアニメならではっていうのはやっぱ主題歌。ああ、わかる。めっちゃいい。は、僕は全部好き。せずに俺も好きすぎて。あれすごいな。すごいことする。1話は正直スキップしたんですよ。して、で、なんかすごいその主題歌が盛り上がってること聞いて、2話見たのも、それでめっちゃ感情移入できて。主題歌もあの、リサさん1番、2番を、1番が炭治郎をイメージしてて、2番が天一をイメージしてないかっていう歌詞で。匂いと音とか。あ、ここまで考察読んでた。でも善逸なんだね。そこ根津子とかでなく、善逸なんだ。俺楽しみなのは、お父さんで深掘りされたんですか、炭治郎が。じゃあ、あの人なんかがあるかもしれない。じゃあ、なんかがあるだろ、大体。いや、あの人なんかがある。だってあの人炎のなんかでしょ。あ、日の神。お父さんが無惨説ない。ないか。ないか。ないか。ざっくり言ったのさ、無惨なことになったないよ。やめろ、うるせえ、あいつ。あれは鱗だったの。鱗だった、今、根津子を見守ってる。あ、見守ってくれてる。あの人、ええ人ですよ。嫌いな人おらんでしょ。いやいや。でも、実は亀取りました、俺の。まだ取ってない。取った時知らんすよ。で、取ったら高木智之だから。俺らの中で。でも、根津子助かんないと思うんですよね、最後。いやいや、やめてやめて。やめろよ。普通助かるでしょ。どう予想しても最終回。俺、あの、伊之助、善逸、炭治郎3人いるじゃん。まあ、仲いい。伊之助ね。伊之助が善逸、どっちかこう。ね、残念っていう感じの、ね、ある気がするんだよね。根津子を鬼舞辻こう捉えて、その体勢を持って、それを炭治郎がやるんじゃん。あーね、あ、根津子も諸共、根津子も一緒に。そう、じゃあもう最後、しんくんから、しんくんなりの終わりの予想を。あー、なるほど、わかりました。はい、一番読んでる。いや、僕根津子 VS 炭治郎あると思うんですよね。えー、そこ
ただ根津子を消えない炭治郎、うん、でもこう根津子の変わり果てていく姿も鬼にどんどん変わっていく姿も見てるのが苦しい、うん、そうなるともう無惨を倒すしかないっていう思いで無惨を倒す、うん、でもそれはイコール根津子との別れでもあるんですよ、うん、悲しみに暮れる炭治郎に根津子もなんか一言言って消えていく中を義勇が抱きしめるみたいな。うわ、僕義勇さん大好きなんですよ。でエピローグみたいな。あでこう傷を治す炭治郎に根津子と俺の戦いを家族がいつも見守ってくれていた気がするように、うん、今でも根津子は俺のそばにいる気がするみたいな、うん、でこう風が吹くみたいな、根津子の匂いがするみたいな。え、お前監督え、これどうすか、僕これ考えてる。いや、分かる。でもちょっとなんか、ちょっと見えた。ちょっと見えたからね、これが僕の説です。皆さん、楽しんでください。ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。フランスパンさんからのリクエスト、勉強で毎日ヘトヘトなので励ましの言葉をください。ゆうたろう、僕と一緒にお風呂入って一緒に寝よう。絶対入らんよ絶対入れよ。嘘つく。